島行きは海上自衛隊の練習艦。初行き型護衛艦の12番艦。1999年に艦種変更され、現在は島行き型練習艦の1番艦。艦名は島に降る雪すなわち島行きに由来する。なお艦艇名としては旧海軍通して初の命名である。島行きは 中期業務見積もりに基づく昭和57年度計画3000トン護衛艦2221号艦として、三菱重工業長崎造船所で1984年5月8日に寄港され、1986年1月29日に浸水、1987年2月17日に収益し、第三護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。 同年2月20日、第3護衛隊軍令下に第45護衛隊が新編され、同日付で収益した朝、雪と共に編入された。1988年、遠洋練習公会に参加。1990年、艦隊平用合同演習に参加。1992年、練習館か鳥等と共に遠洋練習公会に参加。6月3日に、 横須賀基地出港後、太平洋各地に寄港し、11月15日に横須賀基地寄港。1997年3月24日、台番号の改正により、第45護衛隊が第7護衛隊に改称。1998年3月20日、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入。1999年2月に、日立造船員の島工場において、 ヘリコプター格納庫内に実習用行動を設置し、その他練習艦種別変更工事を行う。1999年3月18日、練習間に種別変更され、艦籍番号が TB-3513 に変更、練習艦隊第一練習隊に編入され、低傾向が悪れに転席。2002年、2007年、2009年、2012年、 演ム練習公開に参加。2013年3月22日、練習艦としては、会場自衛隊発となる女性艦長が、練習艦、瀬戸幸と同じく着任。2013年6月11日20時50分頃佐世保基地に向け航行中に、関門海峡で対抗してきたパナマ船籍の自動車、運搬船、オートバナーに接近して、 衝突の危険があったと報道された。2014年9月25日、運輸安全委員会は2013年6月11日に発生した異常近接事案を船舶インシデントとし、調査報告書を発表した。同調査報告書では、行き合う際、島行きが左転して航路の左側へ航行し、オートバナーの前に進出する体制となって、 高速法の定めと異なる高校を行ったことが主因としている。2021年3月19日、マヤ型護衛艦、ハグロの収益により、旗、風型護衛艦、島風が練習艦に種別変更され、本艦は除籍。収益期間中、地球約37周相当の距離を公開した。ありがとうございます。